はい、皆さんこんにちは。今日は天気がいいのでデイキャンプに来ました。以前動画で出した小型軽量の作業台ですね、これを使いたいと思います。こちらが足、こちらが天板ですね。はい、それでは今回はこちらのコンロですね。ちょっと風があるんですが、もうちょっとの風に強いタイプっていうのも売ってるんですが、私の持ってるタイプではこれしかないので、これでちょっとここで使えるかどうかやってみたいと思います。前回はこれの半分のサイズの鉄板の動画、厚さ 4.5 ミリの動画を出してますが、それの余った方、大きい方ですね、この倍のサイズの鉄板とこのカセットコンロ、今日はこれでお好み焼きができるかどうかちょっとやってみたいと思います。はい、それではこちら山芋パウダーですね、これを入れたいと思います。でここに水を入れます。卵入れます。もう一個入れます。お好み焼き粉、お好み焼き粉を入れたいと思います。キャベツを入れます。もうそろそろタープが必要かなっていう感じですね。ちょっと日差しが暑いです。天かす入れます、コーンも入れます。はい、それでは焼きたいと思います。はい、それでは火つけます。ちょっと風が強いので大丈夫かどうか心配です。ちょっと明るくて火の大きさが見えないのが、ちょっとかぶせる蓋がなかったので、これでお盆で。
くり返したいと思います。ソースかけます。生姜です。風で飛ぶかな。あ、風で飛んじゃう。風で飛んでっちゃう。青のりもありました。風で飛んできそうです。それではいただきます。うん、美味しいです。もうだいぶ前に火を止めてるんですが、鉄板の蓄熱効果でまだあったかいです。はい、ごちそうさまでした。今回は 4.5 ミリのホームセンターで売ってた鉄板、前回の鉄板の倍のサイズですね。それでお好み焼きを作ってみました。テーブルはこちらも動画で上げてる小型軽量の作業台ですね。作業台というかテーブルとして使ってます。 5.5 ミリのベニヤなので乗用車で来ましたけども十分持ってこれますね。以上、ご視聴ありがとうございました。